どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンの原作者やってます。左利きのエレンコピーっていうのを、Twitter とか Instagram で、募集しました。で、本日、本日締め切りの日なんです日なので、あと数時間は期限が残ってるんですけど、ちょっと、最終1個手前の審査ということで、今日は、スペシャルなゲストを呼んでコピーを一緒に見ていきたいと思います。コピーライターの長谷川哲司さんです。よろしくお願いします。お願いします。ですね、私はカッピー先生とですね、前職がカヤックっていう制作会社で、そこで一緒だったご縁で、スパでね、連載してらしたバズマンのキャラとしても僕をモデルにしたんじゃないか疑惑の人物が出てたりするんで、その縁から僕はコピーって名乗って YouTuber を今やってたりもします。はい、今メインは YouTuber。 メインは YouTuber。 はい、コピーライターとしては割と有名な、有名なんですかね。有名な方だと思うんで、まあ、一応仲のいい先輩なんですけど、今日はコピーライターとして招いて、コピーの、どこを見たらいいのかとか、これはここがいいよねみたいな話をちょっと一緒にできたらなと思って、呼びましたというか、押しかけました。ここ哲司さんの普段働いている、エドットっていう会社の会議室をお借りしてます。はい、ありがとうエドット、はい、ありがとうエドット、ありがとうエドット、じゃあそんな感じで今日は、やっていきたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。形としては僕が今もうね、荒選びしたんですよ。はい、現在この残り数時間の段階での、これがこの辺がいいなっていうのを一応僕がもう選びました。で、その選んだのもまだまあまあ数があって30数案、あります。で、最終的に1個に決めたいんですけど、多分今日は10本弱、8本、7本とかそんぐらいまで絞って、それをなんかポスターというか、ツイッターで見てもらえるようなポスター風画像に仕立てて、7個ぐらい、7、8個ツイートさせてもらって、そのツイッター見てる方の反応とかも、それカッピーアカウントでツイートしますか？僕か、そうっすね、ジャンプラン公式でやってもらうかどっちかかな。なんかとにかくフラットな状態で、誰のコピーとかそういうの知らない状態で、一回フラットに同じ条件で見てもらって、反応のなんかその違い、カッピーアカウントだとその作者のフォロワーだから、ある種の少しあれがかかっちゃいますかね。まあでもそれ、僕のキャッチコピーツイートするアカウントがあって、あ、本当20万人ぐらいフォロワーいるんですけど、いいっすね、それを使って、いいっすね、それで選んだ10個をツイート、それいいわ。ちょっとそのやり方は後で考えましょう。でもそれ、めちゃくちゃありがたい。20万フォロワーいるツイッターアカウントで、左利きのエレンの宣伝をしてもらえるでしょ。確かにいいから。それ、本来だったら金取るでしょ。確かに。じゃあそれを言葉名前を、ガムで。コピーに関心ある人がフォローしてくれる。そうだよね、そうだよね。というのも、今回、左利きのエレンのキャッチコピーって、その漫画のキャッチコピーっていろんな用途で存在すると思うんだけど、今回は、読んでもらう、買ってもらうっていう、新しく読者を増やすためのコピーでもあるから、そういう意味だと俺とかその俺のフォロワーだともうすでに読んでる人が多分ほとんどだと思うんで、それはいいかもしれないです。じゃあそうしてそうしましょうか。はい、そうしといて、だ今日ツイートした、左利きのエレンの公式 PV っていうのがあるんだけど、アーティストの方に今日作ってもらったノックタウン、YouTube に流せたから YouTube に見てください。そライブがね、ありません、めんどくさい、ありません、なんだろう。で、そういうのは既存ファンの、読んでくれてありがとう、これを見てもっと楽しんでねっていう気持ちで作ってるから、今回はね、新規だから、ということで、こんなコピーが今集まってるよというのを、じゃあ一個ずつ売り上げてって、それを見てもらいましょう。はい、はい、じゃあ一個ずつ書いていきます。この紙に書いていきます。いいですね。はい、これプレゼントしたら喜びそうですけどね。今濡れちゃったけど、もうダメだ、めんどくさい、めんどくさい、もうめんどくさいことは全部言う、めんどくさいことはもう全部避けていきます。
で、はい、だからもう YouTube 自分で編集してるから面倒くさい面倒くさいから自分で引き受けてると言えますね、はい、1個目、はい、見えないか。広告の作り方とそれ以外の全てを学べる漫画、これなんかちょっと気になったんですけど、どうです？はいはいはい、はい、広告の作り方を学べるっていうのがなんかまず1個情報価値がありますよね、うんうんうん、あ、だからその広告を舞台にした漫画なんですけど、まあ、まず少なくともそうですね、ちょっと作り方っていうのがあることで、まあ、普通の人って多分広告を誰かが作ってるっていうのをあんまり想像できないっていうか、うん、ジョジョ園のポスターが壁に貼ってあったらジョジョ園の人が作ったかって普通は思うんですけど、実はそうじゃなくて広告制作会社や広告代理店にこう依頼されて作ってたりするんで、これは一個いいなと思いました。結構好きな漫画の好きなキャッチコピー書こうとすると、普通の人に、それを知らない人には全然伝わらないキャッチコピーになりがちなんで、ね、そこの案外が難しかったかもしれないですね、今回は。作るとか全てとかをね、ひらがなに開く派の人と漢字にする派の人がいますよね。そうだね、でもその感覚って多分コピー書いたことない人は無理だと思うんだよね。そうですね、やっぱ今自分でパソコンとかで打っちゃうと自動変換されるんで漢字になりがちになって、うん、そう、開くっていうのはあの、はい、ひらがなにするんですね。そうそう、だからあの作り方を作文の作り方なので、まあ、あのこういう、そうですね、こういうあの どの言い方でするか、うん、でこれ意外とそのなんだろう、あの、うん、言葉の文章の食感が変わる感じがするよね、これが違うと、うん、そうですね、コピーライターはここまで吟味してるんだけど、うん、まあそこまでは今回は別にちょっと見ない、そうですね、うん、まあ、上手いのは上手いです、もちろん評価するべき、天才になれなかった全ての人へっていうの全ては漢字でしたよね、漢字、はい、うん、あれはもうひらがながつながっちゃいすぎるからとか、まあそういう感覚で、はい、はい、じゃあ次、はい、この漫画を読んでフィクションだと思えたらあなたは幸せです。あ、本当にある話で、しかもビターだよ。うーん、まあ、ちょっとどんどんいきますか、一回行ってもらうとやる、確かに、あの時欲しかった言葉がある、いいですね、なんか名言、名言がたくさんある余計のコピーですね。だからちょっと後で多分その系統分けでこう分けてみてやりましょうか、はい、そうしましょう、うん、結構キャッチコピーいろいろ書いた後はこう分類分けしてどっちの方向でいきますかみたいな提案を実際の仕事でもしたりします。サラリーマンはつまらない大人ですか、まあ、だからそのさっき言ってその意外とその、はい、漫画の内容も伝わるんだよね、その、うん、大人のための少年漫画とか、うん、はいはい、社会人必見とかいろんな言い方してくださってるけど、うん、そのサラリーマンっていう言葉が入ってるだけで、うん、もうすでにそこは機能してるし、はい、糸井重里さんのカッピーも親交ある有名なコピーライターの方の西武の求人広告でなんですけど、新聞でサラリーマンという仕事はありません、あ、いいコピーですね。なんかサラリーマンっていうと小学生の時僕とかは、なんかネクタイスーツ着てネクタイ、お父さんが何かやってるみたいな、そういうイメージしかなくて、本当はでもサラリーマンっていう職業はなくて、うん、いろんな職種の人がこのお菓子の営業マンだっていますし、はい、はい、まあ、同じサラリーマン系の あんなに嫌だったサラリーマンになりたくなる物語、うん、まあ、結構同じ系統だよな、ね、これもな、ちょっと後で多分同じ系統として、はい、サラリーマン系ですね、サラリーマン系だね、だからこれ前提としてやっぱサラリーマンはそんなに面白くないというか刺激がないっていう前提に立ったコピーだと思う、うん、はい、多分今もそう思ってる人がいっぱいいるんじゃないですかね、うん、エンドロールの中にきっとあなたがいる、うん、まあこれもね一個ある方向、はいはいはい、多かった方向で、はいはいはい、そのあなたも主人公だとか、うん、私も主人公だとか、うん、あの物語の中に自分がいるとか、そういう系の、うん、要はその共感度合いとかをその指してるコピーだと思うんだけど、うん、まあ、コピー系、エンドロールの中には、うん、まあ、なんかその結構いいなと思って、うん、人生のエンドロールがあったとして僕はちゃんと主役なのだろうか、もうこれもね、エンドロール系、エンドロール系だ、意外とね、これもちろん違う人なんだけど、うん、
ちょっとメタ的な表現も多いから、その主人公とか、脇役とか、なんかそういうメタ的な、要素も漫画の中にあるから、このエンドロールとかそういう単語が結構出てくるかなという気はしてます。はい、やっぱね、キャッチコピーっていうのはいろんな切り口を出すっていうのがね、一通り大事で、書く作業と選ぶ作業っていうのはこう別人格でやるといいなんてね、言われたり。なるほどね、はい。日本史上最も支援された漫画、これはあのクラウドファンディングの件を拾ってくれてるんでね、本当にあれはもう結構もっともっとすごいって言われてもいいことをしたんです。確かにキャンプファイヤーの今までの歴史上一番いったんですもんね。あ、キャンプファイヤー、キャンプファイヤーの全てのクラウドファンディングの中で11位で、漫画のカテゴリーの中でぶっちぎり1位、ぶっちぎり。それはあの日本のキャンプファイヤーだけじゃなく他の、だからそのあれも入れてますよ、この世界の片隅によりもいったんですか。すごいです、ね、マジでやばい。あの進撃の巨人よりも行ったし、すごい、呪術廻戦よりも行ったし、進撃の巨人エレンがね、そうですね、エレンは普通の名前だろうってね、おっしゃってましたね。そうだから、あれ、面白いですね。そういいね。だからこれはまあ、アピールしたいポイントであるけど、ちょっとそれが響くかどうかはちょっと 俺は主観が入ってるからちょっと判断できない。俺はすごいことだと思ってるんだけど、一般の人が見た時にどういうリアクションされるかは分かんない。だからちょっと試してみたい気持ちもある、このコピーの判断で、1個これはあるな、はい。なんかやっぱ本とかって部数めっちゃ書きますからね、50万部突破とか、やっぱ売れているものをみんな読みたがってる。確かにね、だから意外とあるんだよね、そのバンドワゴン効果っていうか、売れてるものを欲しがるっていう、満員電車の選手たちに、まあそのサラリーマンの言い換えだよね、これも。サラリーマンを満員電車にいる人っていう風にして、それをポチに変換してるよね、戦ってる人だっていう。まあこれは一個サラリーマンっていうかね、これね、電車の中でね、広告出すなら、ああ、そうだね、そうだね、電車の広告だったんですね。ジャンプが認めた孤独、才能、敗北の物語、まあ、ちょっと長いんだけど、まあ、この内容のビジネスマン向けの内容でちゃんとなんか少年ジャンプ的なエッセンスもあるし、っていうところが評価されがちじゃん。だからこのビジネスマン向け社会人が読めるジャンプ漫画っていうそのギャップでちょっとアテンションしてる部分はあるんだけど、それをまあ綺麗にまとめてくれた感じ。ジャンプが認めた、まあ友情努力勝利の別バージョンだよね、敗北、孤独、才能、敗北。まあこの3つでいいのか問題はちょっとあるんだけど、孤独、才能、敗北でいいのか問題あるんだけど、まあジャンプが認めたっていうのもね、はいはいはい、1話から読んで1話まで読んでほしいっていう、このなんか一瞬意味が分かんない、1話からぶっ続けで最終話まで読んじゃったらさ普通じゃん、1話から読んで1話まで読んでほしいっていうのがさ、なんかその、まあ読み返したくなる内容であるとか、このとにかく気になるパワーがあるなっていうのは、気になる系ですね、ちょっと日本語の不思議さとかね、そうだね、スピード感はないけど、その伝わるスピード感はないんだけど、まあちょっと違和感もあるから、ね、ちょっと面白いから残してみました。何書いたら気になるかな。大人が本当に大人買いしたくなる漫画。ああ、大人買いね、笑えないほど面白い。あ、ちょっと受けのコピーがないと厳しいかもしれない。あ、なるほど、でも、まあ、引きはありますね。引きはあるね、笑えないほど面白い、すごいドキュメンタリーだぞっていうね。そうだね、だからなんか確かに受けの言葉があったらいいかもしれないですね。これがキャッチコピーとして機能させるんだったらなんかちょっと足りない気はするんだけど、まあまあでもちょっといい切り口で拾ってくれてたからいいなぁ、ね、なんかね、そう、笑える、なんか面白いって言われたくないの、作者的にも。なんかいいね、いいね、いいね、めっちゃたくさんしちゃうよ、たくさんしちゃう、読むのが
辛い辛いですよね。そうもうねもっとねあの一回読んだら一回グーって受け止めてほしい。なんかあの、よ待ってましたみたいなさ、確かにそういう漫画じゃない。っていうのは嫌なんだよ。だからそのすげえ変、あの頑固じじいの定食屋みたいな、ね、血となり肉となりになってほしい物語、ね。そうだよね。そうだから笑えないほど面白いっていうのはすげえいい褒め方してくれてるなっていう。このなんかビジネス書とかノウハウ本とかそっち系に例える方向でいいなと思って、才能の教科書、ビジネス本とか自己啓発本とかいろんな言い方をしてくれてるコピーがあったんだけど、まあ、ちょっとかゆいところに手が届くなっていう気分がしたのと、まあ、何の教科書だって聞かれたら確かに才能かっていう、まあ、納得感は才能を定義してる箇所もありますからね、そうだね。でやっぱ才能ってやっぱもう いつの時代もさ、みんな気になるじゃん。その天才って呼ばれてる人の本を読みたがるし、才能っていうのはやっぱコンテンツとしてもう普遍なんだな。天才たちがやっている日刊みたいな本とかありますね。そう戦う特技、道具、逃げないってこの平仮名っていうか、まあ、ドラクエ的なあのあれだよね、まあで、これもすごいシンプルで似たようなのは山ほどあったんだけど、まあ一個働くって少年漫画だ。まあまあそうなんだよな。だから大人のための少年漫画とか、まあまあ一個こういう、はい、月曜日かかってこい。もうサザエさん症候群に。そうだね。月曜日やるなっていう憂鬱な月曜日に対して、まあ立ち向かうぞっていう。かかってこいって。で、あとこれあれらしいです。月曜日っていうのはジャンプも。ジャンプなるほど。月曜日。ジャンプ本誌が月曜日だから、それに対して対抗する別のジャンプ漫画。なるほど。この物語はフィクションですか？っていう、あの、まあ、この物語はフィクションですのやつですね。まあ、これは現実だとかリアルだとか、うん、ノンフィクションだとかいう、その切り口は確かにいっぱいあって、その中でこの、定型文をちょっとひねってそれを表現してたっていう、結構コピーライターの人だとまるで終わらせるんですよ、何々ですかっていう。分かる分かる。僕あれ賛成派じゃなくて、僕はハテナの方が、ハテナがあればんってそうだよ、ね、なるような気がちょっとでもしてるんで、文学感は丸が出るんですけど、そうなんだよね。やっぱハテナの記号の強さってあるんで、うん、僕はもう絶対ハテナにするようにしてます、うん。はい、働く人は全員主人公だ。だからまあこれもなんか多分ある方向で、そのまあすごいシンプルな何気ない言い方なんだけど、あのだからこそちょっと芯を食ってる感じがするなっていう、はいはいはい。全員悪役っていうね、アウトレイジの映画の、はいはい、たけしさんの映画の全員主人公とかそういうやつもあるし、働く人はっていうのがいいですね。はい、友情努力敗北挑戦似てるやつだよ。まあこれぞジャンプが認めた孤独才能敗北、まあそうね。だから友情努力勝利ひねりひねり、あそこからオマージュ受けてるっていうのはこっちの方がまあ分かりやすい。途中まで一緒っていう、友情努力勝利と思いきや敗北で、その後に挑戦っていう、まあまあよく内容を、表現してくれてるなとは思います、はい。まあでも意外と主人公って負けるけどね、みんな絶対負けるじゃん。負けてから勝つのか。ルフィだって負けるし、僕も必殺技は努力しかない。おー、うん、まあだからこれもやっぱジャンプ漫画にしてのくせにってい う, うん、だからカメハメハも打てないしとか、なんかそういう腕も伸びないしとか、そっち系の、はい、ビジネス本コーナーに置いてください。ああ、いいですね、うん。仕事で泣くなんてダサいと思ってた、思っていた、ちょっと長いけど読めるっていうか、知らなかった同僚が主人公だったなんて、知らなかった私が主人公だったなんてっていう、なんか不思議だな、この、あの下の2行だけでもさ、いけそうな気がするんだけどさ、下の2行だけで読むとさ、なんかちょっと臭いんだよね。知らなかった私も主人公だったなんてって言われてもさ、なんかあんま入ってこないんだよね。
けど、なんか知らなかった同僚が主人公だったなって。まあ、同僚っていう単語が会社っていう意味が入ってる。あ、そうだね、下のだけだとちょっと、なんか光の囲碁とかでも成立してる。はい、現実逃避だけが漫画じゃない。なんか現実から逃げない漫画。そうだね、現実から逃げない漫画っていい。いや、たまにありますよね、感想がコピーになる。リアルドキュメンタリーの漫画だからこそですよね。お、以上ですね。以上。はい、一旦以上です。で、残りまだ今が、ね、締め切り日の夕方なんで、まあ、ちょっと残り追加で来る分はあるにせよ、一旦今ある中で、なんか方向性をこう、見たいなと思います。はい、分けてみます？はい。じゃあこれを系統分けしましょうか。サラリーマン系の。やっぱサラリーマン系多いね。多いね。サラリーマン系。やっぱ実際コピーこうやってやるよね。うん、やるね。壁に貼ったりもね。ああ、そうだね。本当は壁に貼るよね。コピーを。柳的に。なんかこれはぜひっていうのある？僕はもうなんだろう、これが一番いいかなってなんかなんとなく思っちゃったかな。あんなに嫌だったサラリーマンになりたくなる物語、うん、いいよね。ほんと、いいよね。このこれ素朴な言い方でさ、なんかその本当に刺さるというか、まあこれも俺嫌いじゃないけどね。サラリーマンは問いかける系ですね。サラリーマンはつまらない大人ですか。あ、ちょっとこの辺は今まで散々使ってきた大人のための少年漫画っていうのと、それもいいですね。近いから、違うかもな、ね、確かに今回は新しい言い方を開発するっていう、ちょっとじゃあ伏せておきますね。はい、まあ、ちょっとエンドロールっていう言葉がもしかしたら初見の読者にはちょっと意味が分かんない、まあ、そうですね。エンドロールって正確には映画じゃないですか。人生のエンドロールって何でも走馬灯とかを感じさせるけど、やっぱこうやっていろいろ俯瞰してると、やっぱり会社っていうエッセンスが、いや広告っていうエッセンスがあるものの方がってなんかね、まあね、まあね、考えちゃいますよね。他のドラマとか映画とか漫画とかでも、まあ、個人的にはすごい好きなんだけど、ちょっとそうですね、今回は他と比較した上でっていう、ちょっと、まあこの辺はじゃあ俯瞰してみると分かんないかな。この漫画を読んでフィクションだと思えたらあなたは幸せですっていうのは、はい、NHK のノンフィクションとかさ、ああいうさ、本当に苦しい現実とかさ、あっち系の中あ、そうあっち系の方がちょっと強すぎるというか、いいまあね、まあこれで伝わ、これでは伝わらないか、まあだから、まあ、いいコピーだとね、コピーとしてはすごくいいので、ね、なんか別のやっていうね、笑えないほど面白いとかもちょっと分かんないかもな。でもその言葉選びとかはすごくうまいなと思って、いや、うまい、うまい、見てる人はみんないいなと思うんだけど、ありがとうございます、これもいいですよね、日本史上最も支援された漫画、まあ、ただそう、これ丸にステップコって横に置いとくとかでいいですかね。何万部突破ぐらい、ね、あとかね、だからこれはこれやるんだったらなんかそのなんつうんだっけ、うん、フィジビリティじゃなくて、注意書き、インセンティブじゃなくて、なんだっけ、自立の証明、注意書きでエビデンスが必要かもしれない。あ、もちろんそれは書かなきゃダメですね、書いた方がいいですね。そうだね、書いた方がよりただそれで言ってるだけのかなってなっちゃう。コピーとしてはいいんだけど、これはなんかちょっとハテナが残るというか、そうだね、そうそうそう、努力しかない、もね、カメハメハとかじゃないってことね。そうだね、まあでもこれ、まあ、わかんないけど、その他の少年漫画でも言えちゃいそうな、そうですね、悟空はスーパーサイヤ人になるために努力とかしてますもんね、それもどっちかだよね、まあ、主人公系ね、はいはい、いいんだけど、はい、
きのエンドロールのともまあちょっと似てるんですかね。あ、というとドキュメンタリーっていうんですかね、うん、主人公もまあエンドロールに出てくる5、6個絞る。ああ、そうですね、5、6個絞る。だからなんかもうこれは一回試そう、うん、これは試してみよう、ちょっと、はいはい、分かんないけど、ね、反応を見たいから、これはじゃあ一回試すで、うん、決まり。そうですね。これまたあれですね、ツイッターでいいねリツイートされるものと実際の広告での良さってちょっと違うので、なるほど、名言っぽいのがツイッターだとやっぱいいねされるんで、これはいいねリツイートはされないコピーではあるんですよね。こういうのの方がされるっていう。確かに、まあ、それで言うとなんかあった捨てた中にあるこれはツイートツイッター受けはツイッターでツイッター受けはするんじゃないかみたいなのがあったで、多分だけど、モーストリツイート賞と、はい、カッピー賞がある。そうですね、それは分けていいですね。そうだから、あのツイッターはツイッターで僕が選ぶのは僕が選ぶので、うん、まあ最低2つかなと思ってるんだけど、タップでバツンなんてあんまないもんな。一応いいねとか行くのはこういうやつなんですよ、うん、必殺技努力しかないとか、あの時欲しかった言葉がある、これにエレンの漫画の絵が添えられてたら、なるほどね、おお、なんかってこう、名言っぽいのがやっぱりウケるんすよね。どっちかじゃ試しに残してみる。あー、お手伝いさん決めて。じゃあこれコマの中にセリフとかは、あ、全然いい、あの、あ、全然いいっていうか俺がじゃあ作ってみる。あ、じゃあもう名言だらけにしてこの言葉それ。なるほどね、絶対いいねいきます。これでもさ、あれだよね、あのちょっと反則、他の応募者の方怒るかもしれないけど、そういう企画だとして。あ、そうですね、そのやっぱりなんかコピー応募してて、え、その方法はずるいよって思ったらその人を褒めるべきなんですよね。広告ってその正解はないんで、はいはいはい、別にコピーのコンテストだけどデザインの提案してもいいんですよ。実際の仕事でも コピーの仕事だったけどデザインを提案してデザインを通すっていうのを往々にしてあるん で、はいはい、これはいいんじゃないですか。じゃあこれに、はい、エレンの人気のシーンをこう羅列して、まあ、コラージュみたいにして、うん、あの時欲しかった言葉みたいな、うん、でやってみましょうか。これもまさかの復活。これが一番いきそうだな。なんか上の方が、意味が入ってきやすい気がするっていう。なんか、はい、でもその、 あの入ってきやすさっていうのはすごくわかるんで。そうなんですよね。じゃあこれを今保留。ちょっとわかんないよね。うん、そうですね。ちょっと言葉が足りないのかわかんないですけど、うん。これはなんかデザイン次第な気がする。ね、友情努力。友情努力敗北勝利っていうか。ああ、僕友情努力、そうですね、うん、これさ、なんかジャンプのさ友情努力勝利って別にデザイン決まったのないよね。なんかそのっていうか別にあれから来てるっていうのを一発で分からせる必要があるから、例えばだけど、なるほど、デザインでって言ったじゃん今、デザイン次第でって言ったじゃん、うん、あのジャンプのロゴっぽいなんかのとかを入れたりとか、なんかジャンプの表紙っぽくやるとか、なんかそっち系のデザインでなんかできそうな気がするよね。これはでもちょっと保留でいいみたいな、うん、まあいいね、めちゃくちゃいく可能性も、うん、だからちょっともう ここまで絞ってきたら、あとはちょっとデザインとかもちょっと考えて、あの、うん、デザインで、はい、あのレバレッジするかもしれないとか、はい、これあのじゃあこれコピーの勝負じゃなくてデザインの勝負じゃんっていう見方もできるんですけど、それは違うと思ってんで、うん、コピーによってこのデザインが生まれたっていうのはそれはコピーの功績なんですよね。デザインを引っ張っていってるから、うん、その通り、はい、うん、はい、これもなんか好きなんだよな。はい、楽しいよ、うん、面白いですよね。ちょっとこれも他の人と被ってない感じがあるし、パッと日曜日に投稿するとかね、うん、ああそうだ、これでちょっと1個前 の友情努力敗北挑戦と被ってたので、ちょっとこれは、うん、あの、うん、これどう、仕事になくなる、これは行きそうっすよね。いいよね、いいよね、これいい、これ文字面もいいっすね、うん、で、これもね、なんかね訴求力はありそうだと思うね。
うん、もうズバリタイトルにもね、うん、そう才能の教科書、なんかこういう新書があったらちょっと手に取っちゃうよね、うん、っていう気持ちですね。そういうデザインでブックカバー作って、うん、ああいいね、だからちょっと新書っぽくするとかね、なんかあれ帯だったら自由らしいんで、普通にある本屋限定でそういうのとかも、ね、全然できる、あそうなん、カバー変えるは大変なんですけど、その1ミリでも小さくしたらあの帯っていう定義になるらしいんで、あそうなんだ、いけるんですよ。前ちょっと全然関係ない話して今、はい、佐藤柏さんの本があって、はい、で 帯すげえ太かったのよ、うん、本に対して帯こぐらって、うん、で帯にバーンってやって佐藤柏さんの写真がなんかこういう、うん、あのいつもの佐藤柏さんの写真がバーン載ってて、で俺それ買ったのよ、うん、読みたくて、で なるほどね、これ佐藤柏さんもやもちろんブックデザイン見てるだろうし、あなるほどね、これ帯ここを外したらもう普通にプレーンな綺麗なデザインになるんだろうなって外したら佐藤柏さん下にいたっていうのがめちゃくちゃ面白かったんで、佐藤柏の後ろには佐藤柏がいるっていう、そペラって、あなるほどね、これを外したらかっこいいブックデザインになるんだよね、いいよ、デザイナーの方はやっぱ自分が写るの嫌いそうですから本来はね、これはじゃあ残しましょう、才能の教科書、うん、はい終わりました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ、7個選びましたので1個1個、うん、改めて、うん、あの時欲しかった言葉がある、おめでとうございます、はい、働く人は全員主人公だ、おめでとうございます、まだおめでとうございます、あ、そうか、まあ、ポスターになる、ポスター、あんなに嫌だったサラリーマンになりたくなる物語、うん、うん、はい、やっぱ拍手してる、拍手拍手、やっぱ拍手してる、はい、月曜日かかってこい、かかってこい、はい、友情、努力、敗北、挑戦、よっしゃ、仕事で泣くなんてダサいと思っていた、ダサくない、頑張ってるみんな才能の教科書、もう、はい、いいですね、はい、という以上7案を今の暫定、はい、候補とさせていただきまして、はい、残り6時間今日あります、はいはい、なので、哲也さんそれまでに2000本書いてください。僕が2000本、はい、まあ、手におはん変えて、左手だけで、残り7時間で集まったやつも最後、はい、合わせて見せていただいて、まあ、わかんないけど、まあ、ちょっとここから減らすことは多分ちょっとしないです、うん、動画にするんですけど、うん、だからプラス、まあ、ししたらあの残る可能性はあって、うん、それを的なツイッター画像でさせてもらって、うん、それを、じゃあコピーライター、コピーライター僕がこの左利きの人のコンテストのために10年前に作ったアカウントです、ってことはこの動画を俺は急いで編集しなきゃ、大変っすね、もうこれこの前もさ、 iMovie でやってる、 iMovie じゃない、プレミアでやってる、あ、そうか、そう、買ったって言ったら、ね、僕 Adobe 大好きなんで、はい、なるほど、僕はあのファイナルカットプロっていうのを使ってます、僕はアドビ派なんでね、アドビ大好き、はい、ファイナルカットプロを編集するために MacBook Pro 買ったんですよ、おーおー、いいよね、それ黄色いの、はい、45万ぐらい、痛い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 、で、これ僕買って2日目ぐらいに、うん、あの MacBook Pro でファイナルカットプロが動かなくなるバグ発見それのために買ったのにっていう、人人だね、はい、5分使ったらこう虹色の方が、なるときとならないときとあるんですけど、プレミアにね、あ、確かに、っていう感じで、僕はじゃあこの動画を頑張って編集するんで、なるはやでアップします、はい、で画像も作んないといけないですね、あ、これもね、これどうしよう、まあ、誰かに、ハヤト君に頼む、7個でしょ、結構きついよね、ちょっと、まあ、新選びはカッピーがね、やった方がいいよね、あ、そうだね、そうだね、でも、本当にごめんなさい、あの言い訳になっちゃうけど、あの本当に ラフみたいな感じで、あの、うん、こんな感じっていう風なデザインのクオリティになると思うけど、多分僕がザザッとやるとは思います、うんうん、で、それをまあ、テンプレとか
考えてもらってもいいかもしれないね。あ、まあ、ちょっと誰かの力を借りるかもしれませんが、はい、僕の知り合いのデザイナーやってくれる人は多分いっぱいいますよ。本当？はい、だってエレンですから。マジ？はい、あの悪魔のおにぎりの人とか。マジ？はい、マジ？え、すごい。え、じゃあお願いします。すぐやって紹介してじゃあ。あ、全然全然、ありがとうございます。じゃあちょっといろんな人の力を借りるなんとか、はい、こうにかやるんで、はい、またじゃあツイッターで、告知するんで、僕のツイッターフォローしてない人はぜひお願いします。お願いします。はい、そんな感じかな。じゃあ、そうですね、はい、あ、じゃあなんか告知、あ、告知っていうか、はい、告知、あのサークル、カットするけど、はい、カットされるんですけど、うん、あのサークルを、ノートのサークルを私やってまして、コッピー TV 工場っていうコピーライターになりたい人とかがそこで、キャッチコピーを書くっていうので、東京駅にポスターをそれでコピー採用して貼ったりとか、そういうのもやってるので、ぜひ興味ある人は参加してください。だから実際の仕事をやれるのが、はい、あ、そうですそうです、はい、僕と同じ条件ですね。僕が今企業の人と提案してよかったら使われるって、その同じ環境は用意できるので、うーん、はい、まあ、でもコンプラ的にこれは伝えられないとかはあるんですけど、基本的には同じ条件 で、アース製薬の、2020年夏この戦いは延期できないっていう、国立競技場駅ボーンってあったポスターとかをサークルのメンバーがこうテキストでこういう案どうすかって書いてくれたのを採用して、面白い、ギャラもその人に、あ、ギャラも、はい、なるほどね、すごい、はい、いいですね、それは実践的で。コピーライターのサークルとか、オンラインサロンとかないもんね。はい、DMM で1個あって、そこが割と強かったですけど、情報、まあ、それはサロンなんで、サークルはノートのサークルでは僕しかいないんで、日本一のコピーライターサークルって歌ってます。なるほどね、はい、それもまあコピーワーク詐欺というか、まあまあでも言えることを探すのがコピー、そうですね、はい、今150人ぐらいメンバーがいます。 TCC をぶっ飛ばせ、 TCC はね、 TCC をぶっ壊せ、怒られますね。はい、はい、そんな感じで、はい、じゃあ、はい、あ、でもそう、感想っていうか、もうこんな動画の最後に感想言っても見る人少ないと思うけど、はい、あのマジでビビるぐらい多かったのよ、コピーが。7000本超えてると思う、多分今ちょっとあの後輩に数えてもらったから今定かじゃないんだけど、はい、7000本集まるって1個の仕事でそんなコピー見ることがそもそもないですよね。ないよね、だから本当プロの仕事でもないことだし、うん、あのまあそれはね、国民的な漫画が募集したら多分もっと集まるんだけど、あのなんかちょっとすごい感動しました、うん、あのこんなにコピー書いてくれてる人が多いっていうのは、うん、マジで感動、うん、したし、その、うん、数千本コピーが集まった漫画っていうのもちょっと、うん、あのそれ自体がちょっといいじゃないですか。言えますね、うんうん、これってさ、なんかプレスリリースとか出せるのかな。あ、うん、だ、普通に出せますね、普通に出せる、はい、PR タイムズとかで普通に、全然おかしくない、ね、はい、なんかちょっと考えようかな、はい、左利きのエレンコピーなんとか、なん PR タイムズは何千本集まった中で、はい、そうです、それさ、コピーライターで出せない、コピーライターからツイートするから出せない、コピーライターから、コピーライターからツイートする、はい、だからその、コンテストツイートしますよとかは書けるよ、プレスリリース前に。あ、本当それ、はい、哲也さんプレスリリース作れる、プレスリリースと仕事で書くこともそりゃあるよ。いくらでやってくれる。あ、まあ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 書きますよ。ただ PR タイムスが月額何円とかで契約して何本か出せるとかだったかな。はいはい、ちょっとそれも相談します。なんかせっかくね、こんだけ集まってくれたから、このこと自体をやっぱ公式として使わない手はないなと。最近本当にもうなんか、うん、そうですね、忙しい、いや忙しいっていうか、そのだから動画編集、この動画まあ慣れてないですからね、チェックするとか。そう、動画編集者募集したらいいんじゃないですか。絶対来ますよ、この動画をもう渡すだけ、マジで。あと俺もなんかそういうの判断つかないからさ、結構いろんなお声掛けいただくのよ、はいはい、やりますよ、本当今の話もあって、うん、YouTube の動画編集しますよとかも来たし、はいはい、コンサルしますよとかも来たし、確かに難しいっすよね、難しいよね、だからそういうの全部さ、うん、今のところスルーしてんだけ ど、 なるほど、なんか本当にいい話があったとしても俺判断つかないから、確かに、そういうの一個一個判断つかないから、一旦哲也さん通してもらって、
で、一回なんか俺に連絡あったら哲也さんに連絡してもらって、それで哲也さんから紹介してもらう。僕も大してその判断能力はないっていう。こんな感じで、じゃあ、せっかくのこの皆さんの元気玉を何かしら、うん、何かしらっていうか、ね、なるべくその、うん、大きく膨らませて、うん、はい、もっと頑張りますのでよかったらチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いしますじゃあ、左利きのエレン最新13巻8月4日発売となりますので、うん、もうそれがね、やっぱ売れないと僕らと、ツイッターでコピーを投稿してくれたファンの皆様の努力が報われないというところで、うん、ぜひとも予約買ってください。これ駅前ポスターとかにします？いや、もうしちゃおうじゃん。どっかで渋谷駅前、それも相談する、哲也さんが数万でできる、詳しいんで、はい、やろっか。せっかくね、デザイナーさんとか加工してもらうなったら、うん、駅前広告作りたいから、なんかちょっと、あとこれはファンがやっぱいるんで、うん、写真撮りに行ってくれます。そうだね、ちょっとこのコピーライター、あ、コピー募集っていう企画から派生してちょっと、うん、結構大きくなってきたんで、うん、それを、なんとか活かせるように僕も、うん、頑張ります。なので、うん、本を買ってください、うん、よろしくお願いします。じゃあ最後に、左利きのエレンの、はい、13巻買いたくなるコピーを最後バシーって終わってください。はい、左利きのエレン13巻8月4日発売。13巻を買うチャンスは今しかない。お、そんなことはないっすよ1ヶ月後も買えますよね。ありがとうございます。